ニシさん？あなたが来たせいだ。何が？及川くんと。及川くんと？及川くんと二人きりでお弁当を食べたり付き合っていたはずなのに、私のことをまるで忘れたみたいに、あなたのことばかり。違うよ。だからあなたが痛い目に遭うの。